アレキサンダー・セルカーク、イキナ・セルクレーグ、1676年から1721年12月13日は、遭難者として無人島で4年間を過ごしたスコットランドの水夫。彼の苦難は、ダニエル・デフォーのロビンソン・クルーソーの素材の一つとなっているのではないかと推測する見解がある。1676年、スコットランド、ファイフのローアーラルゴ村で、靴や製革業者の息子として生まれる。若い頃の彼は、喧嘩早く乱暴で、1695年8月27日、教会における、不作法な態度の門出長老会議に召喚されたが、彼は出頭せず、逃亡して、船乗りになった。はじめ彼は南洋への海賊遠征に参加し、1703年には、著名な主略船長、探検家であるウィリアム・ダンピアの遠征に参加した。ダンピアは、セント・ジョージ号の船長だったが、セルカークはその領艦である、ガレオン船、シンク・ポーツ号の船長トーマス・ストラドリングの下で、航海長となった。翌年の10月、シンク・ポーツ号は、ストラドリングとダンピアのいさかいが下で、セント・ジョージ号と別れた後、食料と水を補給するため、ファン・フェルナンデス諸島の無人島に停泊し、ここでセルカークは、船の耐久性に強い懸念を抱き、船員仲間数名に別の船が来ることを期待して、島に残ることを提案した。実際、シンク・ポーツ号は後日、多くの乗組員と共に沈んだ。しかし誰一人として、セルカークに賛同しなかった。セルカークの起こす揉め事に嫌気がさしていた。ストラドリングは、セルカークの望みを叶え、セルカーク一人だけを島に残すことにした。セルカークはすぐに後悔した。彼は、シンクポーツ号を追いかけ、呼びかけたが、徒労に終わった。セルカークは4年4ヶ月にわたり、ファン・フェルナンデス諸島で孤独に暮らすことになった。彼が持っていたのは、マスケット銃、火薬、大工道具、ナイフ、聖書、それに、衣服だけであった。セルカークははじめ、野獣への恐れと彼自身の変質から海岸で暮らした。内陸方向から聞こえる奇妙な音に怯えた。彼はこれを危険な獣の声だと考えた。この頃の彼は小さな洞窟に住んで貝を食べながら救助の船を求めて毎日海を眺めたが深い孤独感や憂鬱、そして後悔の念に苛まれるばかりであった。その後、交尾期の訪れた。騒がしいアシカたちが海岸に群がるようになったため、彼は島の内陸部へと追いやられた。そこでは彼の生活はかなり快適になった。様々な新たな食料源を見つけたからだ。一つは彼の前に訪れた水夫たちによって持ち込まれ、野生化したヤギの群れである。ヤギは食肉になり、その乳も食料となった。また、野生のカブ、キャベツ、胡椒の実が彼の食事に彩りを添えた。ヤギ同様外部から持ち込まれた生物であったネズミは逆に彼を最も煩わせた。夜になるとネズミたちはセルカークをかじりに来たのだ。しかし同じくらい野生化した猫を飼いならして一緒に暮らすことで彼は熟睡することができるようになった。セルカークは船から持ち出したり後には島にあった材料から自分で作り出したりした器具を巧みに使いこなした。彼はピメントの木から小屋を2つ建て、マスケット銃やナイフでヤギを駆り出してさばいていった。しかし、火薬が残り少なくなってくると、走って獲物を追いかけざるを得なくなってきた。その結果、崖から転落して、およそ24時間の間意識不明になるほどの重傷を負うこともあった。偶然にも獲物が下敷きになったため脊椎損傷は免れた。また、彼は自分の感情を良い状態に保ち、英語を忘れずにいる上で有益だと思って、しばしば聖書も拾い読みした。衣服が擦り切れると、セルカークは釘でヤギ革を縫って新たに衣服を作った。彼の父は革重工だったため、幼少の頃に教え込まれた技術が、この無人島で大いに役立ったのである。セルカークの靴が壊れてしまった時には、彼の足には分厚いタコができて、硬くなっていたため、もはや靴は必要なかった。彼は、浜に残された樽を締めていた鉄製の輪から、新たにナイフも鍛造した。彼が脱出する以前に2隻の船が島を訪れていた。両方ともスペイン船であった。スコットランド人であり、シラク海賊であった彼にとってスペイン船に捕まることは死よりも辛い運を意味していた。そのため彼はスペイン船に見つからないようにした。待ちに待った救助の時は1709年2月2日に訪れた。前述のウィリアム・ダンピアに先導されたシリアク船デューク号である。セルカークはデューク号の船長をウッズ・ロジャーズによって発見された。ロジャーズはセルカークを島の総督と呼んだ。発見された時、4年も遭難生活を続けていたセルカークは喜びのあまり完全に取り乱していた。敏捷なセルカークは日に2、3頭のヤギを捕らえ、ロジャーズの部下たちの健康回復の助けとなった。ロジャーズはセルカークを部下として招き、自分の拿捕した船の独自指揮権まで与えた。ロジャーズの著書エークルージングボヤージュラウンドザワールド、ファーストツーザサウス、シー、ズンスツーザイースト、インディーズ、アンドホームワーズバイザケープオブグッドホープは、セルカークの過酷な体験談を添えて1712年に刊行された。ジャーナリストのリチャード・スティールは、セルカークに島での孤独な生活についてのインタビューを行い、1713年12月1日付のザ・イングリッシュマンにセルカークに関する有名な記を書いた。1717年にセルカークはローアーラルゴ村に帰ったが、わずか数ヶ月しか滞在しなかった。彼は村で16歳の酪農夫ソフィア・ブルースと出会い、二人でロンドンに駆け落ちしたが、明らかに正式な結婚はしていなかった。同じく1717年の3月、彼は再び船乗りになった。プリマス逗留中に、彼は夫を亡くした宿屋の女主人と結婚した。公開日誌によれば、彼は王室船ウェーマス号に艦長補佐として乗船していた1721年12月13日午後8時に死亡した。死因は、この船上で爆発的に蔓延した黄熱病であったと考えられている。彼は、アフリカの西海岸の沖合で水槽に付された。1966年1月1日、セルカークが滞在した島は、公式にロビンソン・クルーソー島と改称された。同時に、ファン・フェルナンデス諸島の最西端の島は、セルカークはおそらく目にしたことすらなかっただろうが、と改称された。2005年、探検家の高橋大輔がリーダーを務める探検隊が、ロビンソン・クルーソー島内で、セルカークの住居跡を探し、焚き火跡の炭と、その炭に混じった、ディバイダ、割りコンパスとバレる、航海用具を、深さ約2メートルの地中から発見した。この炭の年代は、セルカークの時代に該当していることが、後の調査で判明した。17から18世紀初頭にかけて同島に、着船した船の記録は少なく、その中でも航海士であったセルカークは、ディバダを日常的に使う職務についており、ディバイダはセルカークが漂流中に所持していた物品のリストとも一致していた。高橋によれば、このことがセルカークの住居跡の発見の決め手とったという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。